16日の地震では細かい揺れが強く起きていて去年2月にあった福島県沖を震源とする地震と揺れの特徴が共通していることが分かりました報告会は東北大学災害科学国際研究所が昨日オンライン形式で開催しました揺れの特性を示す地震波に詳しい大野進准教授は地震計のデータを分析した結果 今回の地震の方が去年二月の地震よりも揺れが大きかったが揺れの特徴は共通していたと報告しました。去年の地震も今年も地震もどちらも短周期基本的には短周期卓越型であったということが言えます。短周期卓越型は周期の短いカタカタとした細かい揺れが強く起きるのが特徴です。この揺れは建物の倒壊までは引き起こさなくても 比較的小さなものを強い力で動かすことから屋根やブロック塀などに被害をもたらすとされています大野准教授は揺れの特徴がどのような被害に結びついたかを明らかにするためにさらにデータを集めるということですまた地震地質学が専門の東田真司教授は2つの地震の震源はほぼ同じ福島沖の地点で メカニズムもプレート内部の断層が引き起こすスラブ内地震だったと報告しましたこのため去年は2月に地震が起きた後で3月5月と続いたように今年も続く可能性があると指摘しましたこのあたりの地震活動のまあ活発化というか これが静かな状況になるまではかなりの時間がかかるんじゃないかというふうに見ていますまた遠田教授は宮城県沖に地震の空白域があることも突き止めました東日本大震災以降太平洋プレート内で発生した地震を調べた結果宮城県沖に今月16日と去年2月 2011年4月の地震の推定震源域に挟まれる形で未破壊域と呼ばれる地震が起きていない領域がありました未破壊域にはひずみがたまっていると見られ地震が起こりやすい可能性があるということです